佐竹徳は、日本の洋画家で、日本芸術院会員。セット内市名誉市民。本名、徳次郎。牛窓にあるアトリエ、大阪府大阪市出身。関西美術院では、カのコギ竹次郎に支持し、東京の川端が学校では、藤島竹次に支持した。安井宗太郎にも支持しており、ポールセザンヌに影響を受けたのは、坂田和夫が理由である。 1917年には、文天で、初入選し、1920年には、定点で、入選。1921年には、定点で、特選となった。1923年には、キリスト教社会運動家である、香川豊彦の影響で、キリスト教に改修した。1940年から約20年間は、青森県のおいらせ渓流を、創作拠点とし、 渓流の画家などとも呼ばれた。49歳だった1946年、画家としての名を佐竹徳とする。1959年、旧友の後を一郎の案内により、岡山県の牛窓を初めて訪問し、1963年頃からオリーブ園内の赤屋根の家をアトリエにオリーブを中心に牛窓の自然を描くようになった。百六十七年に点。 オリーブと海で内閣総理大臣賞同作品で1968年日本芸術印象受賞。佐竹は牛窓について僕がオリーブに惹かれるというのはやはりセザンヌの絵を見ていて緑が違うと思ったからでしょうね。赤い土とオリーブの青みのかった緑。ここも赤い土です。永年求めていたものにここでぶつかったのです。 神様が与えてくれたのでしょう、と語っている。1991年日本芸術院会員。日展顧問。1998年2月3日。肺炎が理由で、岡山市の岡村一新道病院にて死去。100歳だった。佐竹徳画集がある。2010年に牛窓に開館した瀬戸内市立美術館は、佐竹の油彩画をコレクションの中心とする美術館である。 作品の主題となったオリーブ園と多頭会、ありがとうございます。